神正し王皇の肖像画人帝王皇公,公書十六年四月十七日は、第二十四代朝鮮王、謙宗の実母、公明聖師の聖室。過二十四年、純祖の王聖師だった公明聖師と結婚し、聖師品になった。しかし、同皇十年に夫の公明聖師が死去した。同皇十四年の純祖の皇居に伴い、この謙宗がわずか七歳で即位し、 大台比になった。最初の7年間は、シュート目で、憲宗の祖母にあたる淳元王公が、水連調整を行ったが、憲宗が15歳になった年に申請を開始した。しかし憲宗は、孔子なしに、同二29年に22歳で公居した。憲宗の死後、淳元王公は実家である、安藤金氏の権力を維持するため、豊か上長氏一派が新王を擁立する前に、 高架党に配慮されていた、剣僧の最重王子にあたる元藩を宮廷に呼び入れ、徳官君に作法した。さらに純元王公は、徳官君を自分と純祖の養子にした上で、同年6月9日、徳官君は、小徳宮において19歳で、朝鮮王に即位した。純元王公が、神正志王公に代わって新たな大王大妃になった。そして淳元王公は、明衆が、 政治に対する知識がなく、年も若いという理由で、水連調整を、再び始めた。明ら衆は、その3年後に申請を開始したが、一切の権力は、勢い道政治勢力である、安藤金氏に握られたままだった。順元王公が港よ7年に死去すると、神正し王公は再び大王大妃の称号を手に、した。同治二年に、明らも、講子なしで皇居すると、 当時大王大妃で朝鮮王室の最高大人だった上田志王公は利用と防御して利用の次男である命福を自身と公明聖子の養子にすることで朝鮮王に即位させた。構想即位後は大王大妃として影響力を保持した。また構想の記載を自分の実家である豊か城長調子から出そうとしたがお気乗り大員君の反対にあって失敗した。 1890年4月17日、83歳で、慶福宮幸福殿において死去した。ありがとうございます。